今回は、静岡県知事選の結果について考えていきます。野党の鈴木康友さんが当選し、自民党が負けたことの意味と、わずかな希望についてという内容ですね。この静岡県知事選ですね、僕も考えていて、リスナー様も考えていて、思うことはいろいろあると思うんですが、本当の理想はですね森大輔さんが通ることが理想だったんですが、その理想があんまかなわず、 この野党の、ねえーまあ、鈴木康友さんという、まあ、小沢一郎さんたちが、まあ、応援していた方が通ったんですが、まあ、最悪の事態を、まあ、免れたで、まあ、わずかな希望がまだあるんですよ。どういうことかというとあの国民がです、ねえー、自民党を追い詰めることができるその流れがまだあるんですねで。皆さんも思ってらっしゃると思いますが今の状況はどうなのかというと自民党がです、ね、政権を取って自民自公が政権を取って日本国民が自民党と共倒れするか。 あるいは政権交代をして、なんとかかんとか回避して、そこからですねえこう盛り返していくかっていう、まあその大きな分岐点なんですよ。今回、自民党が負けたわけですよね。だからまだその最後の希望がねえまだあるんですよ。僕、正直言って途中でこの鈴木康智さん、負けるんじゃないかと思っててね、途中経過見てて。この自民党のこの大村党になった終わりだなと思って、あのねヒヤヒヤしながら見てたんですよ。 どういうことかというと、皆さんも思ってらっしゃると思いますが、自民党というのは裏金の件とかもそうですし、憲法改正とかね、まあ、そういうことをしてえ、日本が有事に向かう、そういったことを全くな,なんとも国民のことを思っていないえ、その売国機民政策を繰り返します、自民党、遠丸、米と日本国民のために何一つなりません、そういった人間をどうにか変えないといけません。 で一番良かったのはあ、共産党の森大輔さん、リニアとね原発再稼働に反対していたんですけど、その最悪の自民党をです、ね、回避できたんですよ、この野党の鈴木康友さんが通ったということでね。ただ、あのだからといっていいっていうわけではないんですが、あまあそういったことをいろいろちょっと考えてっていうか、あねお伝えしていこうと思います。こここののののの森大大ささんんとこの鈴木康智さんこの自民党の大村っていうので この自民党の大村がなってはもう終わりだと思ってたんですが、それをね、えー、間一髪、この立憲と国民民主のね、押、えーまあ、していた鈴木康臣さんが通ったということで、本当にね、えーあの、なんていうのかな、ほっとしましたね。皆さんもそう思った方、多くいらっしゃるんじゃないかと思うんですが。ただ、 鈴木康友さんになったからといって別に完璧なわけではないんですよ。この鈴木康友さんという方は、ね、リニアを肯定しているあるいは原発再稼働をこちら肯定推進しているんでえダメなんですよ。ただしそのとにかくもう自民党自公政権をねえひっくり返すっていうのはこれあの国民に今問われているもう本当最大の課題ですから。で このおね厳密に言うと、この大村っていうのと、まあ、鈴木康友さんも、まあ、リニアとおまあ、ね、その原発については肯定派ということで、森大輔さんだけが、ね、リニアをやめる、リニア新幹線をやめる、ね、原発をやめるっていうことを言ってたんで、森大輔さんになってほしかったなって、僕、ずっと思ってたんですが、まあ鈴木康友さんでも自民党をひっくり返せるっていうか、このまま行ったらですね、 東京15区の補選で自民党3つ負けましたで、今回の静岡県知事選でも自民党負けました、多分この流れからいって、えー、政権交代が可能です、で実際そう思ってる人があいらっしゃって、2009年のこの静岡県知事選で,です、ね、川勝さんが初当選して、その後に政権交代につながったとっいうことなんですよね。 でえー、こういったことが言われていて、麻生の時とまと、あ、形がそっくりで、地方からあ、ね、自民党政権が変わっていくということで、うん、今、そういった流れに、えー、なっているわけですよ。だから、まあ、まあ、いいって言っていいか分かりませんが、まあね、最悪ではないし、まあ、流れはいい方向に、まあ、向かっているといえば、まあ、向かっているとで、こちらをです、ね、何度もお伝えして、まあ、リスナー様ご存知でいらっしゃると思いますが、あの川勝知事っているじゃないですか。 あのすごく印象悪くね言って辞めた後にいろんなことを言われてるであの人はまあその確かに発言というのはいろいろあるんだと思います別に僕はその川勝知事を全面的に応援してるとかそんなことではないんですが川勝知事っていうのはこのリニア新幹線を反対していたんですよね。 それっていうのはすごくいいことなんですよ、このリニア新幹線っていうのは残土にウランが入っているということで大きな問題なわけですよで、このリニア新幹線っていうのは静岡を通るわけですよね、でそ,のそこの静岡を通るときにその大井川を通るっていうことで、この水の問題があるんですよ、でこの JR 東海っていうのは、ね、この安倍のときからそうですが、静岡の、ね、許可を得ないと、工事ができないっていうことで。 でこの川勝さんはです、ね、このリニア新幹線の,この水、ね、命の水と言われていますが、これを断固反対していたんですよ。だから、リニア新幹線の工事がうまくいかなかった。で、結局、JR 東海っていうのは、どん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 それを遅らして、本当は2027年の予定だったんですが、2034年以降にということで、だ本当はこのリニア新幹線っていうのはやめるべきなんですよ。で、静岡の人ってのはそう思ってるんですね。ただ、この情報が日本全国各地に回らないんで。 まあリニア新幹線どうかなってまあいう考えの方もいらっしゃるかもしれませんが残土にウランが入っているっていうことあるいは安倍の時からの利権であるということでどう考えてもこれ反対しないといけないで川勝知事はこのリニアに関して反対していたんですよだから川勝さんというのはマスコミの評価は非常に悪くされてますけどそれっていうのはその例えば自民党マスコミそのねその 権権力米その利権側からマイナスであっただからそのようなマイナスの印象操作をされている、しかし、川勝さんのしていたことってのは正しい、でその流れをですね組むのが森大輔さん、共産党の方だったんですが、森大輔さんは残念なことに負けてしまったと。でその えー、鈴木康友さんと大村というのは、鈴木康友さんというのはあの、ねえー、リニアにやや肯定的、まあ、原発再稼働もやや肯定的なのかな、ただ大村というその自民党は、ですね、えー、リニア大賛成、原発大賛成ですから、話にならないわけですよ。というか、もうこの自民党をどうにかしないといけないっていう。 これ今の状況でで多分リスナー様もそうう思思っってらっしゃると思うんですよだからあの僕もね、ちょっといろいろ思うことっていうのはあるんですが、その理想を言えばですね森大輔さんになって欲しかったなって、それは思うんですよ、今もそう思ってるんですけど、その理想とは違って、森大輔さんにはなれませんでしたけど、自民党ではなかったと、だから一回ひっくり返して政権交代、そっからもうね、例えば令和に変わっていくとか、そういったことじゃないと無理なんじゃないかと僕は思うんですよ。なんででかっって言ったらそれまで多分国民の 生活と中小企業がもう持たないからですだから本当に下手、えー、に自民党が続いたりしたらもう日本終わりなんですよ僕ずっとそう思ってるんでだから今回、まあ、ちょっとほっとしたと言いますか、えー、そう思ったんでこちらの件をね、えーまあ、取り上げて、えーまあ、お伝えさせていただいてるっていうことですねでこの静岡県知事選のまあ結果っていうのはこのね、えー、鈴木康智さんがまあ勝利して、えー、最もねなってはまずいこの大村っていうのが落ちたんですよ 良かった、これは国民にとって良かったんですね。で、その川勝さんというのは、いろいろ言われてますが、リニア新幹線を反対していたんで、本当にこの川勝さんの考えをね、えー、もっとおっていうことで、ね、森大輔さんになってくれればあっていうことだったんですが、まあ、ちょっとそれはまあ、だメだ,だったっていうね、うんで、本当に多分静岡の方っていうのは思ってたと思うんですよ、森大輔さん、ねこのリニア新幹線をどうにかこうにか中心させないといけない、しかし、森大輔さんは通れなかったっていうことで、でこのね、えー 鈴木康臣さんが通ったっていう、まあ、この、まあ、結果になりましたということで、でこの何を今回お話ししているのかというと、4月28日の東京15区の補選で自民党3つ負けましたよね、で今回の静岡県知事選で1つ負けたんで、4戦全敗してますよね、これ岸田のもう完全に、えー、もう不支持、えー、全くもう、もうそもそも岸田っていうのは国民に支持され,、ま、されてませんが、それがもう数字となって現れたんですよ。 だから、岸田の退陣から自民党政権交代の流れに行けると思うんですよね。だから、地方から変わっていくっていうことで、えー、この流れ、とてもいい流れだと思います。ただ、まあ、皆さんも思っていらっしゃると思うんで、まあ、ちょっと僕はそん,なそんな政治に詳しくないんで申し訳ないんですが、立憲民主党がいいってわけではないんですよ。消費税を増税しようとしたりとか、わけわからないことを言うんですが、ただ、 最悪の選択肢が自民党の政権、えー、維持、自民、えー、自公の政権維持が最悪で、まあ,あ、それよりはまし、あ、といいますか、マシがまし、あ、が立憲、あるいは野党に変わる、で一番いいのは令和が政権中枢に入って、山本太郎さんの消費税廃止、ねえー、国民生活がより良くなることがいいんですが、段階を踏んで,です、ね、まずは政権交代で、それが見えてきたんで、まだ希望はあるんじゃないかと思います。だから皆さんも思ってるでしょうし、僕も思うことはあります。令和の単独政権 ががいいですそれが理想ですすそれ理想ただ、そうなる前に段階を踏まないと、本当に日本経済が終わるんじゃないかと、そう思っていた中、あなんとかそうならならずに済みそうだなと、えー、思ったのが、今回の静岡県知事選で鈴木康友さんがあーまあ、勝ったということで、まだわずかな希望がありますので、国民がですね、えー、選挙、投票に行って、えー、僕たち、日本国民にとってより良い日本を、ねえー、目指していける、まだ可能性があると思うんで、今回はそう思ったことについてお伝えいたしました。 最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。